南海トラフ地震によって津波の被害が想定されている島しょ部の対策について、年間20万人が訪れる観光地大島の津波対策を取材しました。都心からおよそ120キロ、伊豆諸島の中で最も大きい伊豆大島。今日、街中では防災無線で南海トラフ地震への警戒を呼びかけていました。今後の大きな地震に備え、避難場所、今日お知らせ地震の再確認をお願いします。東京都の被害想定では、南海トラフ地震が発生した場合、伊豆大島には地震発生からおよそ23分後に最大およそ16メートルの津波が押し寄せると予想しています。津波の心配というのはあるんでしょうか？いやー、怖いですね。海沿いだとね、ずっとあの標高がないんで。それに備えて毎回買いだめとかっていうのはあるんですか？あ、そんな一切やってないですね。とりあえず水があれば生きていけるから、ある程度その町の方で貯蓄備品の、そういう食材のね、貯蓄をしてるんで、まあ、そういうので最低でも3日ぐらいは多分あると思うんで、一生懸命やってるんでね、大丈夫かなとは思うんですけど、はい。津波に備え、島ではさまざまな対策が進められています。こちら大島町元町港です。停留所の近くにはご覧のように津波避難マップが設けられています。甚大な被害を防ぐため、大島町は5年前に津波避難マップを作成、予想される津波の高さに対応した避難目標ラインを設定し、避難するための最適なルートを示します。この地図は町の公共施設に設置するとともに、すべての住民に配られています。まあ、大体大島だと30メートルぐらいを目標にしてるんですけど、そこで高くいかないとやっぱり命は守れないよというところでこれは示してますので、万が一お津波警報など出た場合は、まあ、何も持たずにもすぐ高台へ行ってもらうというのが大前提ですね。また津波に対応するための施設も。こちら岡田港では南海トラフ巨大地震を想定して作られた避難施設もあります。5年前に完成した船の待合所は避難施設としての機能を備えていて、高さ12メートルの屋上に1600人避難できるということです。島全体で津波への警戒を続ける大島町、住民たちの意識は。避難経路とか、どこに避難所とか、そういうのは何年ぐらいですか？停電だったりなんだりした時なんかにね、対応できるように、まあ、うちやったら電気屋だからさ、前に土砂崩れがあった時なんかにね、大変な思いしてんからね、町から支給されたものなんかもね、ストックしてあったとかね、はいはい。大島町は昨日の南海トラフの臨時情報を受け、島内の避難所の状況を確認するとともに、警戒の段階が引き上げられた際に事前避難ができるよう検討していく方針です。対策を進める一方で、坂上町長は大島特有の課題を懸念しています。観光客の皆さんがやっぱりこの時期いっぱいいらっしゃいますので、どこに逃げたらわからない点も多々あると思います。やっぱり島ならではの防災対策というか、すぐ上に逃げてもらうような、まあ、そういったようなことをいろんなポスター配ったりですね、まあ、これも今日朝やったところなんですけども、再度これからも、まあ、もっともっと周知していかなければいけないかなと。伊豆大島は年間20万人ほどが訪れる観光地であることから、町では観光施設に対して津波避難マップを掲示して、島外の人に避難経路などを説明するよう呼びかけています。また今後、町で保管している水や食料などの備蓄品を拡充していくなど、津波への備えを強化していく方針です。では伊豆大島で取材を進める西村記者に津波対策の課題について中継で伝えてもらいます。西村さん。現在大島町役場に来ています。先ほど起こった地震ですが、こちらでは大きな揺れは感じられませんでした。そして今日、坂上町長にインタビューしたんですが、
町長は観光客の対策のほかにも高齢者への対応が課題だと話していました。大島町では島民のうち高齢者の割合が4割ほどとなっていて、緊急時の避難時の移動などが懸念されています。そのため町長は住民同士のネットワークを駆使して助け合える体制を行政として支援していきたいと話していました。また今回取材を進めて備蓄の重要性を感じました。大島では食料品などが船の定期便などで送られてくるため、自然災害で船が往来できなくなると生鮮食品などを受け取ることができなくなってしまいます。そのためなんでしょうか、普段から非常時に備えて食料品などを備蓄する人が多いという印象でした。大島町では10年前に住民が犠牲となる大規模な土砂災害もあり、台風の接近も多いことから日頃から住民の防災意識は高いと思います。こうしたことから行政だけでなく住民同士の助け合い、そして日頃からの備え、この2点が大事だと私は感じました。以上、大島町からお伝えしました。